こんにちは、粟田洋介です。今日はこの2本の筆ペンでこの小さいスケッチブックに絵を描いていきます。描きながらテクニックなんかも説明していこうと思います。今日使うのはこの黒の筆ペンですね。それからこの薄墨グレーですね。今日使うテクニックは大きく分けて3つぐらいなんですけど、1つが細い線を引く、2つ目は塗りつぶす太い線を引く、それからもう1個がかすれた線を引くって感じなんですけど、それを組み合わせて使っていくと結構描けちゃいますんで、私みたいな作風じゃなくてもいろんな作風、それからリアリスティックに描くときもこの筆ペンすごい楽しいです。ちょっと喋りすぎなんで早速絵を描いていきます。細い線を引くときはスーッと立てて、ちょっとインクがかすれたらちょっとこうやってピュッピュッてね、こうね、ここにピュッピュッて圧力を加えると逆さまにして、こういう風にピュッピュッてね、圧力をギューってやっていくとインクがね、じゅわーって垂れてきます。で、ちょっとねインクが濃くなりすぎてますけど、スーッと線を引くときは線をこうやって立って線を引いていきます。こんな感じですね。インクがかすれてくるとスーってかすれた線が引けるので、これも面白いところですね。ギュッて押すとインクが元通りになります。スーってこうやって、で濃く塗るときはさっきはこうやってね、この毛先でこうやって描いてたんですけど、この毛のこの筆の表面ですね、こうやって寝かせてやるとちょっと太い線が引けます。だから塗りつぶすときなんかは横にあると結構早いですね。なんかね、さっきからこう泡が出ちゃってるんですけど、まあ気にしないで、でここ塗りつぶしたいときは、これはテクニックかどうかわかんないけど、この泡のところを持ってくっつけると、あ、なんかね、こんな風にでスーッとやるとインクがね、この毛先にインクが減ってきたときにこういう風にやるとかすれた線が引けます。かすれた線を引くときはこの側面でズーって、ね、やると出てきます。インクがね、これ多分少ないんですよね。でジョバってやるとなかなか減ってこなくなったりします、ね、ちょっとこのグレーをちょっと使ってみましょうか。これ薄い線が引けて、乾いてないとにじんじゃうんですけど、にじめませんね。こういうふうに同じようにこのグレーでも使えます。これかすれた線とかね、同じようにかすれた線を引くことができます。これもさっきと同様、これピューってやるとインクが、こう見るとこのピューってね、インクがね、ここに染み出てくるのが分かります。そうするとね、これが伝わって下の毛先の部分にインクが落ちていきます。であんまりやるとこうやって濃くなってしまいます。すごい先っぽ、手の先っぽを使うとすごい細い線が引けます。これなんですけど、ゆっくりこうやってやると濃くなって、スッってやるとスッと薄くなり、線がね、なります。ゆっくりやってスッって、ね、スッ早くなると
インクが稼げるとかっていうことも、ここにインクがべちょべちょだと早くやってもバーっていきますけど、 ある程度インクがそんなに適度な量な時にはこういうふうに使います。ここに泡がブワーってなって、あともうインクつけすぎたと思ったら紙とかでこうやって軽く拭いちゃってもいいと思います。私はちょっともったいないと思うのであんまりやりたくないんですけど、まあしょうがないです。で、かすれた塗り方をちょっと続けたいんですけど、ちょっとインクが多い状態なのでかすれないので違うものをちょっと変えて、インクをちょっと減らしてながら、それからまた、かすれてきたらインクを、インクがかすれてきたらまたこっちを塗ろうと思います。で、完成です。この辺にサインしようかな。で、今日これ、これが出来上がった絵なんですけど、反時計回りの猫というタイトルにしました。ペンテルの筆ペンなんですけど、今日使ったのが持ち手がグレーのやつで、耐水性っていうやつなんですけど、この黒の持ち手のやつですね、これは耐水性じゃないので、インクが乾いた時にグレーでやるとジュワーってにじんでしまいます。乾かないだったらもちろんどっちでやってもにじんじゃいますけど、耐水性のやつは乾いてからだったらこのグレーとかその上で塗ったとしてもにじまないので、私はこの耐水性のやつを使っています。あとね、このカラフルなやつもあって、すごい綺麗な色が出て、こういうもうカラフルな絵も描くことができて、とても面白いです。これだって結構がっつり、あんまりこれがっつり塗ってますけど、塗ってないんですけど、もうがっつり塗ってもね、ものすごい綺麗な色が出てとてもいいんですけど、この筆ペンちょっと耐久性に欠けていて、直射日光に、夏なんか特に一日直射日光に当てていると色が消えていっちゃいます。だから例えば飾ってて直射日光じゃなくても結構時間が経つと色あせてしまいます。なので販売するときはこういうのを使わないで、水彩絵の具とかグワッシュとかそういうものを使っています。最近グワッシュも使ってないですけど、まあいいや。というわけで最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。